世界にたった5冊しかない絵本をご存知ですか？バツ君。バツ君のお仕事は間違いにバツをつけること。今日も一生懸命働いた。でも人間。バツ？最悪。バツなんてなくなってくれればいいのに。僕は仕事をしていただけなのに、こんなに疎まれて、僕はいない方がいいのかな。ちょっと、人の気持ち考えたら？みんな嫌がっているよ。みんなから注意された。みんなから否定された。だんだん腹が立ってきた。またバツかよ。バツ最悪。バツなんて消えてしまえばいいのに。構うものか。あ、間違えた。でも、バツは成功のもと。バツくん、ありがとう。え？さあ、お仕事、お仕事。忙しい、忙しい。間違いに罰をつけることが仕事の主人公、罰くんが周りから否定されつつも、女の子の一言で自分の存在価値を見出し、成長する様子を描いた物語。作ったのは、愛知県江南市に住む坂野遥さん18歳。仲良しの姉とともにこの動画を撮った3ヶ月後。2年前の今日、脳のがん、脳腫瘍で亡くなりました。発症したのは11歳、小学6年生の時。数ある脳腫瘍の中でも悪性度が高く、半数の患者は発症からおよそ1年で亡くなる病気でした。それでも7年生き抜き、体が動かなくなっていく中、左手だけで描き上げた最後の作品がバツくん。右半身麻痺と死後症になったからこそ、自分をちょっと投影しているところがあったんじゃないかなって思いますね。これは病に侵されながらも自分の命の意味と向き合い、18年と9ヶ月を懸命に生きた少女の物語です。描いたよ、かわいいね。愛知県江南市で坂野家の次女として生まれた遥さん。よく冗談を言って家族を楽しませる明るく元気な女の子。今日泊まる気持ちはどうですか、遥さん。嬉しい。嬉しいですか。外で元気いっぱい遊ぶことも好きでしたが、もっと好きだったのが絵を描くこと。中学や高校ではコンクールでいくつも賞を取るほどでした。やっぱ悲しい時には涙を流してる絵を描いたりとかで、元気になってくるとすごく表情豊かな絵を描いてたので、やっぱり絵に現れますね。はい、右手が不自由になっても指に絵の具を塗って描き上げました。それほど絵を描くことが大好きだった遥さん。突きつけられたのは残酷な選択でした。腫瘍の摘出手術を受けることになった17歳の秋、主治医から2つの選択肢が。これをたくさん取ると、遥ちゃんの右手
は動かなくなるし、言葉も発せられなくなります。だけどちょっとこう取らないようにすると、少しは動くかもしれない、少しは言葉が喋れるかもしれないけど、再発して早く死んじゃうかもしれないよ、どうするっていう。長く生きられるが体や言語能力に障害が出る道か、身体能力を残せるが再発や悪化のリスクが高い道か、はるかさんの答えは、もう即答で私は生きたいですという、それを聞いた時は胸を打たれたというか、いやすごい子だなっていうふうに思いました。大好きな絵を描けなくても少しでも長く家族と過ごしたい、迷うことなく長く生きる道を選びました。手術前日、はるかさんのスマホには家族に宛てたメッセージが。私という自我が死んでしまうかもしれないので、手紙を残すことにしました。パパ、ママ、この世に存在させてくれてありがとう。京香、いつも味方をしてくれてありがとう。心から家族が大好きです。不幸とは幸せだと気づかないこと、敗北を認め大いに楽しむこと、どんなところにも美しいものはある、それこそが運命。はるかさんは大きな病に侵されながらもその不幸を認め、生活の中に幸せと美しさを見出し、人生を大いに楽しんでいました。体は動かなくても人の役に立ちたいと自分にできることも探しました。教員である父高弘さんが顧問を務めるハンドボール部のマスコットキャラクターバッサー君は、パソコンを使って左手だけで描き上げたもの。可愛いです坂野先生が、坂野先生が大事にしてるマークなんで、もう僕たちも大事にしてる。あんまりハンドボールってそういうキャラクターとかあんまり見ないんですけど、描いてもらって日頃見て練習してます。できないことではなく、できることを。絵本の主人公バツ君のように存在意義と向き合うはるかさん。なんとケーキが大変なことになってます。はるちゃんの春の字が消えてます。これ大変なことになってます。何でしょうか、何でしょうか。原因はあちらです。どうもすいません18歳の誕生日には家族4人で盛大にお祝い。そんな幸せな時間の中でも病気はどんどん進行していきました。身体機能が低下し、歩くこともぎこちなくなっていくように。さらに発作的に精神状態が悪くなり、死にたいと口にするように。次第次第にこう自傷行為をするようになっていきまして。死のうとするはるかさんを家族3人がかりで5時間にわたって抑え続けたことも。5時間ぐらい経った後で、トイレに行きたいって言い始めたんですね。で、ここで手を離すと、そのままこう階段からこう下に転落してしまう可能性もあったので、僕はもう、いや、今のはるかの手は離せないからずっと持ってるって言ったら、じゃあそこでしてもいいよって言ったら、本当にそこで、おしっこをしてしまうということがありまして、その時は一番父親としては辛い経験でしたね。一番ショックを受けたのは、はるかさんと大の仲良しだった2歳上の姉、京香さん。
ちょっともう妹に申し訳ないんですけど、一瞬もなんかもうこの家から出たいなって、逃げたいなって思う時はありました。なんかそういう行動を取ってしまうのに妹自身も混乱してて。死にたいと叫び続けた直後、シュークリームを口にして思わずこぼれた心の声が映像で残されています。どうですか？おいしい、生きてる価値が見出してたい。見出せたの？よかった。死にたい死にたいって言って、その中で死にたくないとか、やっぱり生きたいとかっていう言葉を走ってたんですね。本当は生きたいっていうのがはるかのその思いだったんじゃないかな。もう絶対何があっても支えていこうっていうように思いましたね。そしてあるお願いを繰り返し口にするようになりました。自分の姿を残してほしいっていう思いがあったので、ちょっと眼帯つけてたり、ちょっと車椅子だったりっていう部分はあったんですけど、でも包み隠さず妹の意思に沿って写真はたくさん残そう。久しぶりのお外です。上手やん、上機嫌な。お願いしたのは自分のありのままの姿を記録すること。これが幸せ。やった、歌だ。ずっと、こんなまま、暮らせばいいと思います。そうですね、大好きな絵を通して言葉で言えないことを表現したいと思ってたので、まあ、辛い闘病生活をこう記録に残してほしいって言ったのは、こう何かこう伝えたいものがあったんじゃないかなっていうふうに思ってます。小さい頃から絵で思いを表現してきたはるかさん、自分の姿を記録として残すことで誰にでも存在価値はあると伝えたかったのかもしれません。なんでそれ。ゼリーどうぞ。うまいって言ったよ。うまいって言った。どうですか？いい気持ちだって。いい気持ち。この動画の7日後、はるかさんは天国へと旅立ちました。18年っていう短い人生だったんだけど、まあ、はるかにとっては、まあ、本当に最善を尽くした、全力を尽くした人生だったので、まあ、僕は はるかに感謝をして、ありがとうございましたと感謝を述べたいと思います。はい、両親ははるかさんの意思と思いを多くの人に広めています。そこで語るのはありのままの闘病生活と、あの主人公のようなたくましい生き様。私は生きたいです。こんなに疎まれて僕はいない方がいいのかな。バツは成功のもと。バツくんありがとう。え、おしまい。